今回は飛ばせるドライバーを厳選して紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。正直人によって飛ばせるモデルっていうのは変わってくるので、なので今回はヘッドスピード結構速い、ヘッドスピード43以上、45以上ぐらい、なんだったら50ぐらい出ちゃうような人で、今よりももっと飛ばせそうな低スピンの強弾道を打ちやすいモデルを紹介していこうと思います。よろしくお願いします。低スピンのドライバーというと、もうまず頭に思い浮かべるのがこれですかね、コブラのエアロジェット LS ドライバーです。このLS モデル、まあ、前作もそうだし前々作もそうなんですけれど、かなり重心は浅いです。で今回のエアロジェットは、まあ、フェースのすぐ近いソール側に2つウェイトついてるんですけれど、まあ、これがかなり浅重心化していて、とにかくスピンが少ない。まあ、普通の人が打つと、言い方はいいかどうか分かんないけど、球が上がらないと思いますっていうぐらい、打ち出しもそんなに出ないし、スピンもすごい少ないドライバーです。なのでパワーある人だとこういったモデル使って、本当に引っ叩いても低スピンで飛ばしやすいっていうふうにはなると思うんで、かなり特殊なモデルではあります。低スピンが打ちやすい浅重心のモデルっていうのは、こうフェースよりシャフトの軸線上に重心位置が近いところにあるので、その分ヘッドは結構機敏に動きやすいっていう特徴もあります。で上手じゃない人が打つと機敏に動いちゃうので、右に行ったり左に行ったりっていうのはバンバン出ます使い手選ぶんですけれど、飛ばせる、ポテンシャルは高い、飛ばせる可能性も、高いようなモデルとは言えると思います。まあ、ちょっと台を重ねるごとに、この LS モデルもちょっとずつなんかこうマイルドになってる感じはするんですけれど、とはいえ結構難しいモデルではあります。そしてもう一つ、もうこれも外せないのがステルス2プラスドライバーです。もうテーラーメイドの契約プロはもうほぼほぼ男子だと特に 100% に近いぐらいこのプラスのモデルを選んで使っていると思いますね。これも見て分かる通り、まあ、ソール側のフェース寄りにウェイトがついています。これレールの上移動式になってますけど、ウェイトがこれだけ前にあるっていうことはやっぱり重心は浅いで、ローリー・マキロイみたいなヘッドスピードが55余裕で超えちゃう、ボール初速がもう83とか85とか出ちゃうみたいな人が振っても全然スピンは増えない、強い球で飛ばせるというモデルになってます。で、あのヘッドスピードが速くない人でもアッパーに、綺麗に打てる人だと、こういったモデルも使える場合は全然あります。ただしヘッドの浅重心さゆえの機敏さっていうのはやっぱりあるので、なので、まあ、後ろ側新重心設計で完成モーメントの高いモデルと比べるとやっぱり、機敏には動きやすい、意図して動かしやすいとも言えるけど、意図しないときに動いてしまうとも言えるので、なのでこの辺はゴルファーとの相性もあるし、スキルレベルにもよるとは思います。ただいいドライバーだとは思いますので、興味ある人は使ってみてほしいですね。そしてもう一つ、もう最新モデルの中で言うとやはりパラダイムのトリプルダイヤモンドドライバーになりますね。まあ、トリプルダイヤのドライバー人気で、今これ見てるのは US モデル
にはなるんですけれど、これを使う人たちは大抵もうシャフトも自分の好きなやつ差し替えちゃうと思うんですよね。でヘッド自体の差は日本のモデルと US モデル、おそらくこのモデルに関しては同じだと思います。シャフトだけの違いかなと思うんで、シャフト変えちゃうよっていう人とか、あと日本で売ってるやつのシャフトがいいっていう人以外だったらば、まあ US モデルでも日本のモデルでも別にいいのかなというふうには思います。このトリプルダイヤドライバー、ウェイトが2つついてます。フェースのすぐ裏側と最後部の2箇所なんですけれど、これをですね、前側重い 14g で後ろ側を 2g にするとかなりの前重心浅重心になって低スピンが打ちやすいモデルになります。これ 14g と 2g 結構重量差あるんで、もう前後入れ替えただけで結構別物に感じると思います。僕はあの最初、一番最初に試打した時には前14で試打させてもらったんですけれど、その後に後ろ14の方で打ったら、あれ割と簡単だなみたいな、そこまでハードじゃないなっていうふうに思えたりもしたので、なので前14にして低スピン打ちたい人は使ってください。そしてもう低スピンドライバーというと歴代モデルこれが出てくるんですけれど、タイトリストの4ですね、 TSR4 が今の最新モデルなんですけれど、これもですね、前作の TSI4 は販売店舗が結構限定されてたんですけれど、今回の TSR4 からはたくさんのお店で扱われるようになってます。なので買いやすくなってるんですけれど、わざわざこれを買う人というのはおそらく少ないであろうと。なぜかというとヘッドは結構ちっちゃめです。 TSR3 の方でも、まあ、ちょっとシャープな、男前のヘッドなんですけれど、それをさらに一回りちっちゃくしたようなモデルがこの TSR4 です。でソールを見てもらえると分かるように、これも前側にウェイトがついています。で今回の TSR4 からですね、最後部にも取り替え式のウェイトがついていて、パラダイムのトリプルダイヤみたいな感じで、まあ、前後を変えることなんかもできます。なので調整ができるようになりつつ、でも基本性能は浅重心前重心なので低スピンを打ちやすいモデルというふうになってます。なので基本的にはですね、アッパーでうまく打てる人も女子プロ並みに同じようなリピータブルなスイングでアッパーに打てる人、もしくはもうパワーヒッターでもうガンガン振りに行ってスピンを減らしたい人向けというようなモデルです。最後にですね、日本のメーカーで言うと、スリクソンの ZX5LS マーク2ドライバーというモデルがあります。もうこれも分かりますよね。はい、ソール側を見るとフェース寄りにウェイトがあると。結局低スピンになるドライバーっていうのはこういうことです。もう重心がフェース寄りにあると。でこうすることによって、低スピンが打ちやすくなっているということなので、これももう今まで説明してきたのと同じです。はい、ちょっとヘッドは機敏に動くようになるけれど、より強い球で前に飛ばせるよというモデルになってます。で ZX5 スタンダードのモデルとこの LS 比べると結構な差はあります。あの上から見た投影面積とかヘッドのシェイプはもう見分けつかないぐらい同じなんですけれど、打ってみると球の出方はだいぶ違うし、あとヘッドの機敏さみたいなのは全然違います。ZX5 が優しさで言うと
まっすぐ打ちやすい優しさが100だとすると LS は多分50とか60ぐらいの感覚かな。はい、なのでまあちょっと難しくはなるけれど、より飛ばしたい人はやっぱりこの LS という選択肢になると思います。で今回低スピンで飛ばしやすいドライバー、紹介してきましたが、もう皆さんも分かる通り全部重心が浅いモデルです。で今低スピンで飛ばさせようとするとやっぱりどうしてもこういう設計になってきます。もうそれはメーカー問わずどこも同じですよね。で、こういうモデルは使い手を選ぶっていうのも事実です。基本は難しくはなります。やっぱりこう機敏に動きやすいので難しくはなるんですけれど、人によっては重心が浅いので自分でコントロールする感覚が出てきて打ちやすいっていう人もいます。なのでこういったモデル使ってちゃんと球が上がって曲がりづらいっていうんだったら OK です。ただこういうモデル使って、飛ぶけどすげえ曲がってしまうっていうのはそれは諦めてください。なので、いろんな選択肢がある中で、まあ、飛距離特化型で優先してモデル選びするのか、もしくは汎用性優先でもっと重心が深くて慣性モーメント高いやつを選ぶのか、もしくはちょうどいいとこ取ってその間のモデルを選ぶのかっていうのは、まあ、ゴルファーの判断と好み、あとプレースタイルにもよると思いますので、なんで、まあ、低スピンイコール飛ぶばっかりじゃなくて、まあ、いろんな選択肢がある中で、まあ、こういったモデルもあるよみたいな感じで覚えておいてもらえるといいかと思います。